はい、おこんちくわ。サムオマス。サムソナイト。はい。氷。自家製氷。これね、みっちゃん姉さん、教えてもらってすみません。で、いつの話やねん。だいぶ前にね、むちゃくちゃ前に、これ氷、こうやって、なかなか、氷取れへんねん、話しとったらね、いや、ひねったらいいんやで、で、これね、ひねったらいいんやで、これ、ひねったら、ひねったら出てくる。これ、ひねったらなんぼでも出てくるね。みっちゃん姉ちゃん、大きに。こんなことも知りまへんねん。あれ、教えてもらってからずっとひねり技。はい。で、これね、何がしたかったってね、亀田の親父ね、亀田三兄弟を育てた親父がね、やっとった、これね。まず氷たっぷり、寒いけど氷たっぷり。氷たっぷりに、これ、焼酎、これ安もんやけど、亀田の親父はね、二階堂でやってましたわ。二階堂官房長官。氷たっぷりに、焼酎、麦焼酎、それの、緑茶割り。これがうまい言うてね、えらやっとったんでね、これ、シータ戻ってね、なかなかできへんかったん。今日初、緑茶割り。よし。なんか、ウーロン割りとかよく聞きますやん。あんのも私飲んだことないんですわ。はい、緑茶割り。よし、うげっす。なんてことないね。わからん。濃いすぎた。ああ、ていうか、足冷たい。ていうか、これ2リットルもあるの、どうしよう。ていうかね、ねえ、高いな。今日のね、今日は何するか言うたらね、本日のメインイベント。ちょっと冷蔵庫から取ってきますわ。よっこいしょういち。はい。よっこいしょういち。いつのんかわからん別。もう黒なっとる。これマジでいつのんかわからん。もう下手したらね、20日ぐらい経ってる。ほんまに。けどね、多分これまでいけてると思うんですが、どこで買ったんかな？これ50円。どこで買ったんかな？多分これね、50円やから飛びついて買ったんやけど、そのまま冷蔵庫入れとったらまだ持ってる。まだ持ってると思いますわ。もう、そんな、安物のね、商店街の八百屋、中国人の八百屋で買ったやつやったら、もう速攻痛むはずやけど、これね、多分まだ持ってますわ。多分ね。多分。はい。それを何するか言ったら、この、なんとか料理、あ、しのた、名前は、ど忘れしてる。この、なんか、ミルフィーユや。ミルフィーユ。ミルフィーユとったらこったら。これね、白菜じゃないわ。キャベツとこの豚バラをなんかこう、互い合わせにしていく料理なんですけど、最近スーパーでもね、ミルフィーユとったらこったら言うてね、並んどんですよ。今年まだ見てないんちゃう？それのね、それ、私ね、今でこそね、こうやっていろいろ料理作ってますけど、ちょっと昔、10年前ぐらいはね、このキャベツと、この豚バラのこれしか要せんかったんですよ。まあ、年に2編ぐらい、2、3編自分で作ったんですけど、全部これやったんですよ。はい。これがうまい。よっこいしょういち。いきますわ。これね。まずこれが、多分いけるやろ。これ、ね、マジうまいんですよ。マジうまれっせ。これをね、おもむろに切るでしょう。
ほんで、出とるね。こんなん、しかしみんな、野菜とかどないしてありますの、ほんまに。ちゃんと保管してあるんかな。これね、悪いところをね、まず、これはまあ、しゃあない。ああ、ちょっと、多い目に切りすぎた。で、こうでしょ？こうでしょ？んでね。ああ、ちょっとやばいかな。いけるね。いけるね。これね、洗わんとあかんかな。洗わんとあかんね。やっぱりね。さっき洗いますわ。さっき洗いますわ。よし、洗いました。よし。これね、キャベツ洗いましたでしょ。これキャベツ洗いました。これをね、こう敷くんですよ。わかります？見えます？見えへんね。キャベツをこう引いて、キャベツをこう引いて、こういう感じでね、キャベツを引きますね。知ってますわね。知ってますわね。キャベツ引く。ほんでこの豚バラ、この豚バラくん、こいつを引くんですよ。こいつをね、もう全部いっちゃいますね。これをこう切るんやったかな。切るわね。切らんか、切れへんのか。切らんでいこうか。これね、これをこういう感じで引いていくんですよ。これね、こういう感じで、こういう感じで引いて、ほんで、こういう感じで引いて、引いて、こうやって引いて、んで、ここに、これ、東丸の、東丸うどんスープ。東丸うどんスープを、ここに、おもむろに、かけるんですよ。これ前やっと、前ね、前や、大昔にやったんだけど、こう入れすぎてあかんで、だいぶ入れとったやろね。こんなんも塩分取りすぎやで、って言われてね。ほんませえわ。はい。で、これ、こうでしょ。引く。これね、ほんま私、昔、これしか自分で作ったことなかったぐらいの料理やからね。超うまいっすよ、これ。これね、迷った会社のね、事務員さんに教えてもらったんですよ。めちゃくちゃ美味しいで、言うて。簡単やで、言うて。超うまいで、言われてね。いや、実際やってみてね、ほんま超うまいやったんですよ。こんなうまいもん、この世にあるんかぐらいうまかったね。これでしょ。で、引きましたと。ほんでまた、これね、スープ。はい。ほんでまたこれ、キャベツを引く。キャベツを引く。で、これまた、もうこれで終わり、豚バラ。引く。引く。ね。これで入りました。で、これ最後、これを、あ、うどんスープや。うどんスープを、入れる。少ないかな。昔は多分ね、もう相当入れとっても、これ4袋入れとったんちゃうかな。で、これを入れると。はい。ほんで、あとは炊くだけですね。これで、お水を入れて、もう
炊くだけですわ。これぐらい？もう一回入れようか。これね、水かさ上がってきますもんね。あんまり入れすぎたらあかんねん、これね。よし、これぐらいにしよう。オッケー、オッケー牧場、よいしょ。はい、完成、完成奉行。いや、完成奉行じゃあこれからね。はい、超楽しみなんですけど、めちゃくちゃうまいっすよこれ。めちゃくちゃうまい、ほんまに史上最強にうまい。この世のもんと思えんぐらいうまいということで、うっす。楽しみやわ。もうやれやれや、もうあのキャベツがずーっと冷蔵庫入っとってね。やれやれや、やっとあのキャベツがなくなった。あ、なんかキャベツの変な匂いする。大丈夫？大丈夫やね。そないみんなきっちりきっちりしてへんよね。緑茶割とわからんわ。なんか何がおいしいんかようわからん。2リットルどうしようこれ。まあ水の代わりに飲んだらいいんか。2リットルいうことは2キロでしょこれ。2キロ重い。私ね、絶頂期に痩せた時からね、多分今3キロぐらい超えとんすよ。だからこれよりも行さん、こんだけ重たいのよりまだプラス1キロ分超えとることでしょう。恐ろしいね。減るのはなかなか減れへんのに、増えるんはほんま恐ろしいね。うん、嫌になっちゃうよ。全然、そうそう、全然、言うたかな、言うたかな。あの、なんちゅうたらいいかな。あの、もう、乙女おっさんやからね、体重しょっちゅう測ってますね。っていうか、もうこんだけ寒なったらね、そうそう測ってないんですよ。いつもいっぱい服着とるから、ちゃんとした体重わかりませんや。風呂入るときしわかりませんや。けど、なんか測りたいときあるんですよね。まあ朝起きたときとかね。なんかこれ増えとるで、と思って測りたいんやけど、いっぱい着とるかわかりませんや。名前はちょっと下だけ脱ごう思って、下だけ脱いで、下だけ脱いで測っても、なんか、77. 何キロ、77? 普通、今のパターンやったら下だけ脱いとったら75とかですね。77? でも、ほんなも気になって、もう、全部上も脱いでも、クソ寒いのにもう、すっぽんぽんなって測って、ほんで結局75ぐらいやったんかな、多分。ということは上のこの服だけで2キロ以上あることですやん。まあ75やったらギリセーフ。だから、一番痩せとった時でね、72. 何キロやったんですよ。72.5 としても 2.5 キロぐらい増えとんやね。はい。乙女おじさんやから、もうこのほんまね、何回も言いますけど、体重のメカニズムが知りたい。別に昨日食べたから超えてるとかそういうわけじゃほんまないんですよ。
昨日そんなに食べてへんのになんか超えてるとかね、そんなことが多々あるんでね、知りたいわ。あー腹減った、あー腹減った。っていうか火弱いガスないんか、ガスないんか、下田から火よし、わかります、めっちゃ沸騰してんのわかります、っていうかね、めっちゃ時間かかりまして、あのこれ何しますの、あのガスコ、え、こガスコンロ、何ちゅうの、あのこの何しますの、これのガスコンロですやん、これをこれのガスコンロなんですよ。だからね、これね、ガスがなくなってきたらね、もう火が緩くなるんですよ。だから何してないですの、普通のガスやったら一定のガスですやん、けどなくなってきたらもうありへんから、もうなかなか分けへんで、ようようなくなってね、もうなやっぱ貧乏症ですよ、まだ火ついてんのに帰れませんや。だから辛抱して辛抱して、やっと切れたなので、今新しいのに変えてつけたらもうこの勢いですよ、わかります、ほんまに。ちょっと味見したらね、あの薄かった、やっぱり。でまた2袋追加しました。塩分取りすぎねんねん、超楽しみなの。もう開けてると思うんですけどね。っていうかそのね、とろ火でとろとろやっとるからもう全部片付けましたよ、ここ。全部いつもほったらかしやったらもう全部片付けました、えらいもんで、はい、なんちゅうたらいいかな、ここね、散らかってるけど、まあ、さほど散らかってないんですよ、けど障害物がめっちゃ多いんですよ、この辺ね、障害物だらけでね、こう避けて通るんやけどつまずきますやん。つまずく、もう今もつまずいたらね、もうやばい、なんかもう反射神経ないですやん、なんかつまずいたままで倒れていくみたいなね。だからもうなんか硬いもんでもあったら頭ガーン打つからね、普通に。だから怖いっすよ、ほんまに、やばいやばいですわ。だから死ぬ時ってあれやろね、普通に1ミリって、あーこけるーゴーンかけて、もうなんかあの余裕みたいな、ほんまにね、悲しすぎるわ。昔ね、あの中央市場おる頃のね、得意先じゃない、メーカーのおじさん、おたふく豆自分で作ってやってたおじさんね、いつも納品してくれて真面目そうな人でね、あの人がその暮れにね、なんかはしごから落ちて頭を打って亡くなったん、まあ、人生何やるか分かれへんね。私もこうやって 1ビットるけど、ほんまに間悪かったらほんまそういうことやもんね。ということで、イケトンチャイマッカー、イケトンチャイマッカーさん、イケとる、イエー、超うまそう、うわー、超うまそう。うるさいっちゅうね、はい、バイナラ、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。